俺の名前はルージファミロ。ああ、この機体は俺のゾイドだよ。もともとは俺の故郷ミロード村近くの海の底に眠っていたんだ。それまで俺はどんなゾイドに乗っても動かせなかったんだけど、このライガーだけは違った。一体だけでいい、俺にも動かせるゾイドを。そんな俺の願いを叶えてくれたんだ。そうだよな、村雨ライガー。村雨ライガーは近接戦を得意とする超軽量級ゾイドだ。獅子に装備されたストライクレーザークローはライガーを象徴する武器の一つ。高熱を帯びた爪で相手を切り裂くぞ。頭部のクラッシュバイトは噛みつき攻撃で装甲を打ち砕いた後、過電流を流し込み相手を行動不能にすることができる。縦髪のカウルブレードは鋭い刃であると同時に敵の攻撃を防ぐシールドの役割を併せ持つ攻防一体の装備だ。尻尾に装備されたテイルブレードで背面の敵にも対応できる。村雨ライガーに死角はないぞ。前足に装備されているのはパイルバンカー。攻撃に使う以外に地面に突き刺して急旋回したりと機体制御にも応用ができるんだ。離れた相手に対しての攻撃手段として胸には三連キャノン、ブレードの柄にはソードキャノンを備えている。状況に応じて牽制や追撃にも使用できる取り回しのいい火器だ。ただしディガルド部国のバイオゾイドはヘルアーマーと呼ばれる特殊な装甲を持っていて、通常の武器ではダメージを与えられない。奴らを倒すことができるのはリーオ、別名メタルZと呼ばれる特殊な金属で作られた武器だけなんだ。リーオでできた村雨ライガー最大の武器、それがこの村雨ブレードだ。俺のうちに先祖代々伝えられてきた大刀がまさかライガーの一部だったなんて驚いたよ。この力があればディガルドの奴らなんかにも負けない。よし、それじゃあ行こうか、村雨ライガー。胸に光っているのはゾイドコア。ゾイドはここが破壊されたらもう動くことはできないけど、村雨ライガーは違った。村雨ライガーに秘められた真の力、それは壊れたゾイドコアさえ修復可能な再生能力にあるんだ。俺たちは何度だって立ち上がる。みんなが笑い合って暮らせる世界を取り戻すために力を貸してくれ、村雨ライガー。40周年アニバーサリーゾイド AZ03 村雨ライガー、2023年6月5日より予約開始。俺の72分の1スケールフィギュアもついてるぞ。切り進め、村雨ライガー。